中学校。中学校は、日本における前期中等教育段階の学校。修行年限は3年間で、義務教育期間、9年間の最後の3年間にあたる。修学については原則として、満12歳となった、最初の4月1日を基準とする、年齢主義が取られている。日本の中学校の制度上の正式な英語表記は、ロア接近デリースクールである。 一般に見られる、ジュニアハイスクールや JHS とのわけは、米国の古い方式による名称である。なお、日本の学生改革以前の中学校については、旧制中学校を、中等教育機関については高等小学校、国民学校、旧制中等教育学校を参照。日本では、中学校は小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、 義務教育として行われる普通教育を施すことを目的とする学校教育法第45条 S とマイナス3レベルに位置づけられる小学校を卒業した者、または特別支援学校の小学部を修了した者が入学し、修行年限は3年間である。同等学校に中等教育学校の前期課程、特別支援学校の中学部がある。 小学校では基本的に一人の学級担任の教員がほぼ全部の教科を担当するが、中学校では各教科ごとに専門の教員が存在する。多くの学校では定期講座があり、定期講座を行わずに単元別の試験などを行う学校もある。その成績と日常における学習の様子などが進学時の調査書、内申書に反映される。 中学校を卒業した人は、高等学校、高校、中等教育学校の後期課程、専修学校高等課程、いわゆる高等専修学校など、後期中等教育を行う学校や、5年生の高等教育機関である、高等専門学校、校に入学することができる。通例、これらの各学校による入学者選抜に合格することによって、 各学校から個別に入学が許可される。また、中学校を卒業しなかった人のために、文部科学省による、中学校卒業程度認定試験、中人などが存在する。私立中学校、国立中学校の大部分と、一部の公立、中学校、主に中高一貫校には、入学試験をはじめとする入学者選抜がある、中学受験。現在の中学校制度は、 1947年、昭和22年4月に開始された。開始時から3学年の生徒が揃ったが、1947年当初、区市町村立中学校で、該当学齢児童の修学が義務付けられたのは1年生のみで、2年生は、当時修学義務のなかった、小学校高等科1年生からの進級者、3年生は、小学校高等科修了者のうちの希望者の編入で、 該当学齢児童が義務修学するようになったのは2年後の1949年である。この意味で現在の中学校制度に相当する学校は旧制、戦前戦中の学校制度には存在しなかったことになる。1947年の開始時点では校舎、敷地は小学校のもの、特に休校等科の教室をそのまま用いていたり、旧青年学校の校舎、 校地を転用したことも多かったようである。また、戦災を受けた都市の場合は当初は、焼け跡で授業が行われ、その後戦災復興計画の中で、校舎、敷地を得た例もある。さらに、軍用地、軍需工場などが転用されたケースも存在した。なお、現在の公立中学校設立にあたっては、校舎の建設などに、地元の人たちの多大な協力を得た例も多い。また、 これらとは別に、私立校や国立校で、旧正中東教育学校だった学校で、1947年に現行制度の中学校を新たに設置した学校も少なくない。服装は、ほとんどの場合、学校指定の制服と体操着があり、それを着用して登下校したり、学校生活を送る。さらに地域や学校によっては名札を着用するところも、ある。 その制服には、あまり、デザイン性や機能性などは求められない。この意味で、同じ義務教育であっても一部の地域や学校でしか、制服制度のない小学校や、義務教育でないが、同じく中等教育機関に位置しているが、制服制度を持たない学校も少なからず存在し、また存在する場合は制服に、デザイン性や機能性などを求める傾向の強い、高等学校とは、異が見られる。 2018年5月1日現在で、学校教育法に基づく、中学校は1万270校あり、そのうち、国立71校、公立9421校、私立778校。在校生は、総数325万1684人、男子166万2479人、女子158万9205人である。 なお、私立学校のうち、構造改革特別区域法による認定を受け、株式会社立の朝日塾中学校、岡山県岡山市が2004年に設置されたが、2011年3月をもって同校は、中等教育学校に改組され、発展的廃止された。2011年現在までに、株式会社による中学校が設置された例は、この朝日塾中学校の一校のみである。 2018年5月1日時点で24万7224人。中学校における教育は、学校教育法、昭和22年法律、第26号の第46条により、義務教育として行われる普通教育の目標、学校教育法、第21条各号に掲げる目標を、達成するように行われるものとれている。 平成19年法律第98号2008年平成20年4月1日施行による学校教育法の改正前は同法の第36条に中学校における教育の目標が次のように規定されていた。改正前の中学校における教育の目標は高等学校における教育の目標と連携関係にあった。 学校教育法施行規則に基づき、中学校の教育課程は、必修教科、選択教科、道徳、特別活動、総合的な学習の時間によって編成されている。私立学校では、道徳に変えて宗教を設けることもできる。通常の学級とは、障害のない生徒を主として編成される学級のことであり、特別支援学級とは、 障害のある生徒のために編成される学級のことである。多くの生徒は通常の学級に所属するが知的障害や発達障害などの障害がある生徒は特殊学級に所属することもある。詳しくは特別支援学級を参照のこと。単式学級とは一つの学年だけが所属する学級であり、複式学級とは2学年以上が所属する学級である。 大多数の学級は単式学級だが、過疎地などでは複式学級もよく見られる。一部の中学校では、主に帰国生徒などを対象に、国際学級、帰国者学級、帰国生徒学級などの名称の学級で、語学力に配慮した授業を行っている。夜間学級については下記を参照。一般的な中学校では、月曜日から金曜日、または土曜日に、 朝から午後まで5から7時間の授業が行われ、ほぼすべての学齢期の中学生は、この時間帯に学習活動を行う。一般的な特徴としては、制服の学校が多い、若年の生徒が多い、就労している生徒がほとんどいないなどの点が挙げられる。高等学校の用語で言えば、全日制の過程に相当する。しかし、学齢超過者、 4月1日時点で15歳以上の人については、このような一般的な教育を受けることが困難であることが多く、学齢期の生徒が在学する一般的な中学校に新入学、編入学使用しても拒否される場合もある。詳しくは、学齢、可燃度制を参照のこと。二部授業とは、学校に在学する生徒を複数の組に分けて、 別々の時間帯で授業を行うことである。学校教育法施行令昭和28年政令第340号の第25条、市町村立小中学校等の設置廃止等についの届け出の第5号を根拠としている。校舎などの学校施設が在学する生徒数に対して極端に不足している場合などに行われることもあるが、現代社会においては、 昼間に通学して学習することが困難である人のために夜間にも授業を行うことを指すことが多い。中学校における夜間の授業はほとんど知られていなかったが、1993年に上映されて話題となった山田洋次監督の映画、学校で有名になった。中学校における夜間の授業は各学校において夜間部、夜間学級などと名称が定められ、 夜間中学校などとも通称されることが多い。夜間の授業は、夕方5時30分頃から授業が開始され、夜9時頃に終わる、4次元の家庭である。基本的には、学齢超過者だけが在籍する。なお、夜間の授業は、二部授業、時間帯別に生徒を分けた授業として、認可されているため、夜間に授業を行う、中学校は、通例、昼間にも授業を行っている。 夜間の授業を受けている人には、日本国籍を有していない人や童話地区の出身者など、ほとんど文字の読み書きができない青年の生徒も多く、そういった学齢聴歌者は、日本の現在の受け入れ体制の下では小学校に入学することが困難であるため、中学校における夜間の授業は、日本語教室、日本語学校、式辞教室、 小学校の代替としての役割も果たさざるを得意と言われている。また、授業時間は昼間の授業よりも少ないことが多く、授業は中学校学習指導要領、文部科学省告示を完全に模倣することが難しい。そのため、国語、数学のように日常生活の基本となる教科が重視され、それ以外の教科や実技教科、保健体育などに割り当てられる。 時間数は少ない。生まれて初めて鉛筆を持つ人から中学校に途中まで在学した人までの幅広い生徒が在籍し、生徒間の学力の差が大きいため、修熟度別授業を行っていることが多い。また、制服はない場合が多い。夜間の授業を受ける場合は、一般的に年間を通して随時入学できる。夜間の授業を受けるための入学資格を定めた。 法令等は存在しないものの、義務教育を終了していない人であり、かつ学齢を超過している人、万15歳に達した日以後に4月1日を迎えている人で、アコトが実質的な夜間の授業を受ける要件とされていたが、2015年の文部科学省の通知により、ほとんど出席せず卒業した者も,も個別に判断して、夜間中学校に入ることに柔軟に対応するようになった。 外国人の入学者が増えている実地帯もある。2017年の時点で夜間の授業を行う学校の数は30校、生徒数は1430人であるが、夜間の授業に積極的な設置者、教育委員会、学校法人などが東京県、大阪県に集中しているため、やむなく中学校の正規の授業として認可を受けていない自主夜間中学が 日本全国の20校ほどの中学校という市で運営されてきた。こうした状況を打開するため、義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律、平成28年12月14日交付では、未設置の道府県にも夜間の授業を行う中学校を最低校設置して、修学の機会を提供することが謳われ、 例えば、夜間の授業を行う、中学校を設置していなかった埼玉県で2019年4月に、川口市立芝西中学校用新聞校に、夜間学級が設置されることになっている。もともと、中学校における夜間の授業は、第二次世界大戦降伏後の混乱期の中で、生活困窮などの理由から昼間に就労、または、 家事手伝いなどを余儀なくされた学齢者が多くいたことから、それらの人に教育の機会を提供することを目的として、中学校で行われたものである。当時は、ユーマ学級などとも呼ばれた。高等学校の定時制の過程とは異なり、夜間に授業を行うための特別の家庭の制度はない。なお、旧制中学校にも夜間の家庭は存在していたが、これは、 現在の夜間中学とは、系統が異なり、新生高校の定時制過程の期限として見られることが多い。戦前の旧制学校のうち、現在の中学夜間学級に近い例としては、板橋区に存在した板橋広、城野学校等の夜間小学校が挙げられる。1947年の学生改革の直後、大阪市行の区で、長期欠席生徒向けの夕方の補修事業、 ユーマ学級が開始された。また、東京都の戦後初めての夜間学級は、1951年に、足立区立第四中学校で開設されたものある。同校の伊藤康春校長らは、足立区周辺に広がるスラム街のうち、学校に近いところを回って、夜間学級を宣伝し、当初は、わずかな人数しか集まらなかったものの、やがて300人程度の生徒を抱えるようになった。 未就学児を学校に行かせることは、その家庭にとっての労働力を失うと、スラム街の貧困状況を物語る背景が大きくあった。当時の文部省は、夜間中学設立に対して、阻止の圧力をかけるなど、夜間中学設立に関しては、伊藤安春校長らの相当な苦労と熱意がなければ、なし得なかったであろう。 夜間学級の設置校のピークは1954年の87校であり、生徒数のピークは1955年の5208人である。大阪では1969年に最初の夜間学級が大阪市立天皇寺中学校に開設された。その後一時期は夜間の授業はあくまで臨時の措置であり、学校教育法そのものが想定しているものではない。 学齢教科者は学校教育ではなく社会教育で学ぶべきであるという趣旨で教育行政において縮小、廃止の検討がされ、1968年には校、数21校、生徒数416人に減少した。これに対し夜間中学卒業生の高野正雄などの教育活動家が廃止反対、設置要求の運動や、 証言映画の上映をするなどの熱心な支援をしたため、夜間中学校は息を吹き返し、現在までも存続している。近年は、日本国籍を有していない生徒や、元不登校の生徒も増えてきている。第二次世界大戦降伏後しばらく、特に1955年から10年間ほどは、学齢期の生徒も多く通学していたが、学齢期の子供の不正な労働の防止を目的として、 現在では学齢超過者のみに通学が制限されている。中学校も一定の条件下で通信による教育、通信教育を行うことができる。中学校の通信教育は中学校通信制や通信制中学校と呼ばれることもある。中学校の通信教育は尋常小学校の卒業者もしくは国民学校初等科。 現在の小学校にあたるの卒業者であり、かつ義務教育を終了していないものでないと受けることができないというのが前であり、現在では基本的に学齢超過者のみが在籍している。日本では第二次世界大戦降伏後義務教育年限が従来の6年間から9年間に延長されたが、これに伴い昭和時代前期までに義務教育だけを終了した人は、 新制度においては、義務教育未終了となり、新生高等学校に入学する資格がない。中学校通信教育は、そのいわば救済措置として設けられたものである。法的な根拠は、学校教育法の不足第8条、旧第105条であり、中学校は、当分の間、尋常小学校卒業者及び、国民学校初等科修了者に対して、 通信による教育を行うことができるとされている。この規定に基づいて、中学校通信教育規定、昭和22年文部省令、第25号が定められている。夜間の授業と違い、法律によって定められているのが特徴である。通信教育を行っていた、中学校は以前は80校ほどあったが、現在は2校のみである。夜間の授業以上に、 一般的に知られておらず、学校教員でも知っていない場合が多い。なお、八島学園が、不登校生徒が、主対象の学齢期でも通学できる、中学校通信教育の認可を求めているが、難航している。上級学校への進学者が大多数である。1980年代以降は常に進学者が90%を超えているが、2016年現在においても、 非進学者は数パーセント存在する。以下のように国立私立中学校では就職者が極めて少ない。2016年度卒業時の学校基本調査、高校以外への進学者などの詳細は省いた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。